こんにちは。さあ豊さん、はい、巨人の桑田2軍監督が現在2軍改革ということで、はい、効率性と主体性がキーポイント、アピールする練習はいらないというふうにスパッと。アピールする練習って何なんだろうね。多分なんかこんだけやってますよみたいなのを、やっぱりこの首脳陣にアピールする選手もまあいるんでしょうね。まあ結果が全てやからな、そんなアピールしてもな、はい、しょうがないなとは思うけどね。はい。で、桑田流のイズム注入で改革だということで、まずキーワードの一つは効率性。オーバーワークはむしろマイナスということで、第1クールは練習を軽めに実施して、気合が入っている若手選手の故障のリスクを防ぐなどしているとしたというところで、はい、いわゆるアピールするような、もう必死でもう、あああっていうようなオーバーワーク。いや、それはそのぐらいするでしょ。はあははは言うのはそれはしょうがないと思うよ。なんか俺走ってますとか、俺こんだけ言ってますみたいなアピールはいらない。アピールするんかな、みんな。やっぱするんかな。するんじゃないですか、やっぱり。はい。ただそれがやっぱオーバーワーク、むしろ若手の故障につながる可能性もあるので、アピールするところはそこではなくて、実践で、シーズン実践で。それは普通だよね。はい。まあだけどこれはやってきた人じゃないとわからないよね。ああ。これからやろうとしてる人にはその感覚っていうのはなかなかつかみにくいと思う。過去を振り返ってみて、桑田監督なんかはね、はい、俺はこうやってきたっていう自負があるから、それをやらしてる。うん、逆に強制だよね。まあ、自分の考え方を押し付けてるという。まあそう言われるんだけどね、みんなね、みんなそう言われるんだけども、だけど桑田投手としてそういうことをやってきて、アピールなんかしなくてね、でやっぱ結果が全てだっていうようなことでやってきた人で、そこにたどり着いてるから。まあそういうことを言ってるんだというふうには思うけどもね。そうですよね。プラスその大学に入られて、そのスポーツ科学というのを身体的な、ね、その物理的な面から見てもっていうので、やっぱり桑田さんっていうのはそういう、まあ哲学とか、はい、そういうものを非常に持ってらっしゃる方だと思うんですけど、はい、まあ自身のポリシーも力説したということで、はい、野球界はうまくなるイコールたくさんの練習量っていう方程式があるんですけど、うん、僕はこの方程式は一つの正解ではあるんですけど、唯一の正解ではないと思っていますということで。うまい言い方するな、抜け道あるね。あります。まあ確かにそう、確かにそう。いや俺はね、特打ちっていうのがシーズン入っての調子悪かったら打つって。大嫌いだったんだ。だって疲れてるのに、はい、疲れて調子が悪いのに特打ちやったら炎天下の中でもっと疲れる。確かに体力消耗する、ね、そうそう。それよりは俺は体力温存派だったからさ、特打ちやるかって言われて「いやいいです」って言って「お前いいのかよ」みたいな言われたこと何回もあるよ。いやただ疲れてるんで、だからちょっと休みたいと、はい、むしろ練習なんかいらないと。その時はね、そうですよね。だから結局その桑田さんも、そのどんなに練習をしても栄養不足だった、栄養が偏っていたり、ね、睡眠不足だったらそれは全く意味がないと。まあそりゃそうだよ、はい、その通り、うん、ただね、やらなきゃいけない時期ってあるんだよ、はい、例えば量より質を選ぶわけよね、はい、ただそのあんまりやらなくてもいいけども、うん、質をいい質のやつをとにかくたくさんやった方がいい、うん、これはね、瞬間的にやっといてよかったなっていうことが出てくる時あるんだよ、バッティングとかでも、はい、いざって言った時にあっと思った時にパーンと出るって瞬間的に自分の反応じゃないんだよ。体が勝手に反応してるというかさ、はい、それは質のいい練習を多くやらなきゃダメだっていうことだからまあそこら辺の感覚だよね、伝え方の、うん、量より質、質より量みたいな。だから軽くていいんだじゃなくて、はい、だからその感覚を得るためには質の高い練習を数多くやるっていうのは、うん、俺は必要だと思うんだよ、はい、時期的にはね、うん、ある時期はね、うん、だからいつもじゃなくて、いやだから実践に任すということでしょ。そうなんです。2軍は強制の練習は一つもない、みんな自分で進んでやっている、選手の意思を尊重することがキーポイント。自ら進んで自分で考えてやるときに上達すると思う。やらされてるうちはうまくならない。まあそれはそうだね。なんていうの、やっぱり悩みというか、基本というか根本が分かってない人は自分たちでやろうと思っても間違った方向に行くと遠回りだからね、はい、だからそこら辺はやっぱこうコミュニケーションで、どういうことをやりたいかっていうのは探っていってほしいけどね。これ全くの放置とか放任主義っていうわけではないんですよね、きっと。まあでもある程度そういうふうには俺にも聞こえる。優しそうだけどいや楽だよみたいな、うん、その代わりやんないと切られるよみたいな。逆に追い込んでるみたいな、まあそんな感じにも捉える人はいるだろうけどもね、もちろん、うん、ただ、まあ、俺も一応プロで飯食えた人間だから言うけど、コーチとかに頼ってるようじゃだめだな、もう上いけないな。それは1年目でも2年目でもそうなんですか。やっぱね、発想なんだよ、良くなるためにはって。でね、人って強制されなかったら自分で考えなきゃいけない。で考える中に不正解もあるけども、その考える時間がいいんだよね。うん、はい、そこで野球に入り込んでいけるというかさ、うん、だからそういう時間を桑田監督は与えようとしてるという、うん、だからここはやっぱバカじゃダメだよみたいな。そうです、ね、バカじゃもう上行ってももうとにかくダメだよ、うん、だコーチが変わる、もう日常茶飯事に変わるよね、はい、いなくなったらもうダメかみたいな、うん、ね、じゃなくて、やっぱり自分の確立したものを作り上げてほしいということの願いがあるよね。例えば質のいい練習っていうのは分かってる選手もいれば、分からない選手もいますよね。もちろん、どれが質がいいんだろう。もう手探り状態でね、行く時はあるよ。でもそれも無駄な時間ではない。無駄がないと正しいものが出てこないから、はい、全て正しいとは思うんだけど、そこに無駄があった時には無駄に気づくわけじゃない。はい、そうなってきて初めて到達する部分っていうのはあると思うんだよ、うん、だからこれはね、考え方としては間違ってはないんだけども、高校出たばっかりの子にそれができるかどうかっていうのはね。そうですよね、うん、今までその監督だったりに言われたことをやってきたと必死でもね、それもセンスなんだと思うよね、考える力。今のその子供たちのその成長過程を見てるとさ、うん、ある程度教えられてやってきてるんだよ。まあ YouTube もあるけどさ、はい、YouTube とかでもこう見て勉強するとか、そういうのはあっても、やっぱり自分の発想というものがどのぐらいあるかによって違うよね。例えばバッティングで質のいいバッティングの練習と、質が良くなくてただ量だけやってるバッティングの練習って2つどういうものなんですか。いや、もうバカ気持ちよく打ってるだけのやつもいれば、はい、1球1球なんか想定しながら打ってるなとか、うん、それは見てて分かるよ。だからこれはだからアピールはいらないっていうのは、まあ、そういうとこかも分かんないよ、うん、バカ飛ばしたって、まあそうですよね、お前試合で何本打てるんだみたいな、うん、試合だったらもうせいぜい10本程度だろって、そしたらアベレージを残すようなバッティングってどうなんだっていう、それを自分で気づきなさいっていうことなんだよね。例えばティーバッティング一つとっても、質のいい考えてるティーバッティングと、ただ単に打ってるティーバッティングってあるんですか。あるある。だから体を起こしというかさ、鳴らしというか、はい、まあそういうやつもいるよ。その質、例えばティーバッティングで、例えばさ、はい、物事ってやっぱ根拠があるじゃない、うん、はい、その根拠をちゃんと言えるような練習をしてなきゃダメだということだ、うん、なるほど。自分はこういう理由でこういう打ち方をやってますとかで聞かれた時にね、はい、だからそれが「うん」っていうようではもうアウトということ、うん、だからティーバッティングでもこう、まあ、これがネットだとするじゃない、はい、俺はどこを狙ってたかというと、真ん中しか狙ってなかった、こう打つ時に打球が上がらないように。あ、それ打球が上がらないように真ん中だけを狙ったっていうことなんですか。そうだからティーバッティングでも四方八方行く人はいるよ、うん、はい、いやだけどどんなボールに対してもこう真ん中にバーンと当てるようなイメージで打ってたという、うん、だからやっぱりそれはなぜかというと、やっぱライナー性の打球も打ちたいし、ライナー性イコールアベレージにつながるから、だから下なんか打ってるやつなんかもう問題外だよねキャンプで見ちゃうじゃないですかこんなやつには負けたくないみたいな。あ、そうなんですね。とか、まあ根拠があるよ必ず、うん、じゃあなぜその俺なんかは絶対やってたことは、最初の打ち始めっていうのは流しながらね、中盤になったらセンターに持ってって最後に引っ張って終わると、はい、ね、これはやっぱポイントの確認と、やっぱ体が開かないように、最後開いたら引っ張れないからね、はい、開かないように引っ張って終わると、うん、だからやっぱこう根拠があるんだよね、だからそれなりに。でプラスアルファ、その今日やった中での練習でさらに自分の中で課題が見つかったら、翌日にその課題に対するバッティング練習だったりとかに、それは自分自身で、まあ、夜ホテルに帰ったりで、明日をこういう練習に変えてみようとか、そういうのを自分で考えるの。考えられるやつだったら優秀だよ。もう飯食って酒飲んで寝てるやつはそうそう、街に繰り出してもうそれはもうアウトだよね。だから一回確立したものっていうのは、まあ確かにやらなかったら忘れていくもんだけども、身についたものっていうのはやっぱね、なくならないよ、うん、ということはやっぱどの時期にちょっと追い込んで自分をいじめとくかとか、はい、でその後はやっぱこう科学的にとか、うん、それを持続できるような体とか、はい、精神状態だとか、まあ、そういうものを作っていっていいと思うんだけども、やっぱこう反射的なものだからバッティングっていうのはね、特にだから質のいい練習をたくさんやることによって体に染み込むっていう時期がないとやっぱダメだと思うんだよね。そうです。何でもかんでもさ、いやもう質のいい練習を少し深くね、いい酒3杯ね、もうあとはもういらない、もう十分ですみたいな。ダメだね。ダメダメ。やっぱり質のいい練習をたくさんやるというね。あとは自分で考えたり、自分で、いやもうね、自分の個人事業主って言われてるわけだから、はい、そう個人なんだよ、うん、だから個人の考えが尊重されないとおかしいんだよ、うん、でも今までの野球界って強制だから「おいおい」みたいな「そうですね、この野郎あの野郎で」ね、時には蹴り時にはパンチみたいな、ね、いやそういう指導じゃないわけよ、もうね。そうですね、だからその自分だから勉強しなきゃダメだよ。いやもうね、その一流になってる人たちって必ず勉強してるよ。この前ね、マッサージ行ったんだよ。でその人やっぱ飛び抜けてると思うのをさ、やっぱり聞けば何でも答えられるし、うん、やっぱり、ね、勉強してるって、インプットしてるんですね、ちゃんと。そうそう、うん、でもう常に更新されてるって、うん、いいものは。でもそれは追っかけっこだって。そうですよ、ね、あ、だから資格取ったから、プロのユニフォーム着たからプロなんだみたいな。でもそれにはトップの一流がいるし、その下に一流がいて、一流半がいて、二流がいるわけじゃない、まあ、3軍なんて2軍なんていうのをさ、プレーでは何見たくないよみたいな、うん、まだお金取れるような選手じゃないわけでしょ、うん、だからそこでいかにここに上がって、段階的に上がっていくには何をしたらいいかっていうのを、桑田監督は教えようとしてるよね。そうですね、うん、だから突っぱねてるようだけども自分で考えなさい、うん、ね、悩んだ時には話は聞くよって、うん、そしたら正しい方向に進めるようなコミュニケーションは取れるようにしとくよっていうような感じはするけどね、うん、うん、だから冷たいようであったかい、あったかいようで冷たいんだ。まあそうですね、そうそうそう、だからそこら辺をうまくコーチとか監督とか利用すればね、スムーズにいくかなっていうふうには思うし、でもアピールしなくていいって言ったらなんかこう話しに行くのもなんか一つのアピールなのかなと思うと行きにくいから、だから門は開いておいてほしいなっていうふうには思うけど。そうですよね、だから疲れた時にこっから一本がみたいな言うけど、そんな試合ないでしょ、ね、いつも余力を残しながら、余力をこう残して力があるうちに勝負をしようとしてるでしょ。だからそこだよね。なんか300球投げた、いやもうこれは体が自然に投げてるぜみたいな、ない疲れて投げてるだけだから、もう故障すんのはもう投げんなって思うよ。そうですよね、いや俺なんかはね、俺なんかはそのバッティングでももうヘトヘトで疲れました、はこっからだぞみたいな、こっからがいいんだよみたいな、いや確かにあなた方はいいかもわからないけど、おいもうバット振れねえよみたいな、試合でそんな拾えて打つシーンはないですよね。だから質のいい練習をたくさんやる、うん、でもヘロヘロになっちゃいけないんだよ。そういうことなんで、も没頭していってそこまでいってるんだったら全然 OK なんだけど、はい、やらされててこんなもういいよみたいな、そんなんはねもうなしだな、アウトだな。でも昔の野球っていう感じですよね。そうそうそう、キャンプの時とかもうなんかグラウンドにへばりついてさ、もうクタクタだみたいな何のアピールだろうぐらいな、ユニフォーム絞ったら汗が滴り落ちるみたいな、ないんだ。そうですね、昔からなくてよかったんだけど、やらされてたんだよね。なんか日本ってそういう風潮でしたよね、昔は。やっぱりそれより時間ぐらい俺にみたいな思ってたけど、確かに体をね休ませたりすることも大事ですね。休まらないんだよ、夜間練習。いやそうですよね、飯食ったらすぐ行かないで、次の日は早出とか、ね、風呂入らないんだから、キャンプ終わって飯食う時はちょっといやだってまた練習だから、夜間ので朝は朝で早かったりする時は早朝だ。そりゃ体にいいのか悪いのか、俺はどうしたいんだろう。そうです。ちょっと体重が増えたらサウナ行って大変ですね、これしか食うなみたいな、おい地獄かよみたいな、まあそういう時もあった、そういう時代もね。でもまあそういう時代とは全然違ってね、まあそうですね、効率よく本当にやってほしい。まあだから2軍の選手だったら質の高い練習を、まあ若い、まあ年齢的に若い子だったらちょっと多めにやってもいいかもね。でも2軍の生活がまあ4年目とか3年目ぐらいになってくると質のいい練習をやっといて、あとは結果をどう求めていく、まあそういうところだろうね。そうですね。まあいずれにしてもそれでも厳しいね、厳しいというか、いや勝ち残らないとね。そうなんです。結局は自分に返ってくるわけです。だからもう結果勝負だから。ですよね。はい。